元ヤンキーの男性有名人2001宇梶隆。1962年8月15日生まれの隆は暴走族ブラックエンペラーの7代目総長でした。この頃のブラックエンペラーは日本最大級の暴走族でした。隆も2、300人を引き連れてバイクで暴れ回っていたそうです。188センチという大きな体もあったことから本職のヤクザからスカウトも相当あったとのことで、隆自身も少年院に送られた過去もあるぐらい悪だったそうです。その少年院の中で読んだチャップリン自伝がきっかけとなり、悪行から足を洗い18歳から芸能界を志すようになりました。今では世界に背を向けていたあの頃の自分は間違っていた、そう思い返し今では俳優として芸能界を闊歩しています。2、内田裕也。本名も内田裕也である彼は、薬物取締法違反、銃刀法違反、住居侵入罪で逮捕された経験があるという悪さ加減は年をとっても変わらなかったそうです。ヤンキーという紹介の仕方をしていますが、本当は検出者部門で紹介しても問題ないくらいの経歴です。30年以上新曲を出していませんでしたが、晩年までロックンロールを歌っていたのはここだけの話です。ちなみに妻はキキキリンのため、キリンさんがスウキです、でもゾウさんの方がもっとスウキですとのことです。チャンネル登録よろしくね。